さあ清水さんにモノマネを伝授してもらおうというこのラジオコーナー、なかなか上達しなくて申し訳ありません。モノマネをね、はい、バカにしてるとね、いつまでたってもね、どうちゃいやいやいや怒られるならちゃんと最後まで怒ってください。うん、上達しませんから。上達しない。どうかしませんからねって言っちゃった。まあ、間違えました。失礼しました。今日はちょっと僕らにも向いてそうなネタをお願いしたいんですけど。そうですね。そう思います。はい、今まで、うん、あの人間の中身を解いてきたんですけども、はいはい、そうじゃなくて、はい、あのもう簡単なところからいきたいと思います。うん、簡単なところ、うんはい。人間じゃなくて、うん、ファックスからいきたいと思います。ファックス送信音ね。はいうん、えお手本いきます。はい。こう送られてる感じするでしょ昔のやつが、はい、これは できるぞ、はいはい、できる、はい、あこれ花さん得意そうですね、うん、あれそうはいじゃあちょっと僕からやってみますか。じゃあ花さんからどうぞ、はい、まあそうですねそれキープしといてよそれはいはい、はい、わかりました僕ですね。じゃあ土屋さんお願いします。インジが荒いインジが荒い私はちょっとインジが荒い。そうですね。そうですか。国名に出さないと読めないから相手。インクリボンがちょっと、そう言われたことですよ、生まれて。相手方の。インジが荒いって。インジが荒い。これができると、はい、トトロの、はい、おばあちゃん役って覚えてるかな。はいはいはい、はい。あの、名にこれ、はいはいはい、それはすす払いだと指摘するおばあさん。うんうんうん。そうなん、すす払いでね、げん。これ、わかりますファックス入れて。すす払いね。それ、はいはい、そら、すす払いでね、げん。はい、どうぞ。うん花尾さん。そら、すす払いに。死ぬ。ね、死ぬ。このまま。もう死ぬ。あれじゃあ、ヒンジの悪い方。ヒンジの悪い方。そら、すす払いで。呪文なんか、流れるようにいかないですよね。やっぱり一回ファックスって思っちゃうんですよね。そう。いや、じゃあ、ほぼファックスずっとやって、はい、ものすごく持つんですよ。これ、はい、このネタを、はい、ファックスやると。ファックス覚えるとすすが荒いんでしょ、うん、で、その後、もう少し濃くして、はい、母さん、そんなこと言ったって、しょうがないじゃないか。もう、えなりくんは、ほぼあれは、あの、ファックスなんですか。そうなんですよ。えなりくん、ファックスだったの、ね、本当ファックスでできてるから、8割方はね、川島直美さんはワインでできたけど、えなりくんは、ファックスで出てきたから。関係ない。母さん。母さん。母さん。うん、ああ、いいですね。母さん。母さん。全然これをマスターすると本当どんどん、まやみきさんも、うん、おはようございます、うん、まやみきなんですよね、はい、余韻ファックスで後付けじゃないですか。後付けバレたな。全然ファックスかなかったファックスだ。到着しちゃった到着しちゃったかけてる方の音じゃない。インジが好きなんだけどなかけてる方の聞こえる音でしょ。古い中買い替えようよファックスできますね、花澤さん。難しいだ。あとは、はい、カラスも基本です。はい、カラスあーってあるじゃないですか。はい、これはできるよね。はい、あーそうそうそう、花澤さんいいですよ。あーマスオさんじゃないですか、それ。マスオさんじゃないですよ。これができると、はい、キタロウのお父さんとか。ああ本当だ。カラスなんだ、あれ。そうなんですよ。あと、聞くかあれです。とか聞くかはね聞くかあれってちょっとカラスみたいじゃないですかそんなに濁ってます出てますけどいつもの聞くかあれと違うじゃないですかそんなに声荒れてましたっけ。あと高橋Qちゃんってわかります。え高橋マラソンの、はい、はいはいいい走りをしてますよね解説のほら見てごらんなさいいい走りをしてますよね怒られるでしょこれって弱いカラスなの？いかんよ。難しい。最初からそのなんかこう転がらないですね。転がらない喉がね。はい、ああ。E系の歌手のこの弱い歌手だね。上の人。そうですね。上のジュリー。この人同じなんだ。上のジュリー。一人おかしい大物いますね。上のジュリーいますね。レミさんのところで立ってた。変なやついるな。難しいな。集中してやってください。上のジュリーさん関係ないでしょ、はいはい。いい走りをしてますよね。高橋キュウちゃん似てる。高橋キュウちゃんの解説がね、全然、ピンとこないんですよ。いい走りをしてますね。いい走りをしてますね。